皆さんこんにちは、プラモ復帰チャンネルです。皆さん、新しいウォーハンマーの情報どんどん出てきてますけども、もうご覧になりましたか？私もね、それちょっと見たんですけども、いやー、すごいまた情報出てきまして、この情報の中でね、私が一番気になったものちょっとお話ししたいなと思ってまた雑談撮ってるんですけども、今日お話ネタにしていくのはこちらです。とうとう来たっていう感じなんですよ。こちら、ウォーハンマー、エイジオブシグマーの勢力で、セラフォン、昔のファンタジーバトルでいうリザードマンっていう勢力なんですけど、普段ね、私のこのプラモ復帰チャンネルっていうのは、ウォーハンマーっていうゲームは 40K、SF の方のゲームばっかり扱って動画作ってるんですけども、今回は、久しぶりにこのファンタジー系 AOS の雑談になります。一応ご存知ない方のために説明しておきます。ウォーハンマーっていうのは2種類の大きなゲームがあります。それがこのエイジオブシグマファンタジー系のゲームと、普段プラモ復帰チャンネルが取り扱ってる 40K SF の方のゲーム、この2つがメインになっています。2つのゲームっていうのは使うミニチュアが互換性があんまりないんですよ。まあんまりっていうかほぼないんです。なので別々に集めて別々のルールでゲームをするっていう形になってるんですよ。今回紹介するセラフォン、新しく情報が出てきたこのアーミーっていうのはエイジオブシグマっていうゲームでしか使えないものです。あと少しお断りしておくんですけど、私 AOS のゲームはやったことありません。 AOS ガチ勢の方、今日お話しするのは完全にゲームのことではありません。その辺はご容赦いただけますようによろしくお願いいたします。それじゃあ一つ一つ見ながらねお話ししましょうか。これ見てくださいよ、このザウルスウォーリアーのかっこよさ。これもう発表された瞬間にうなりましたけどね。今のザウルスウォーリアー、もうかれこれ20年ぐらいモデルチェンジされてなかったと思うんですけど、いやこれ見た時にとうとうこれだけのクオリティに進化したんだなってもうほんと感動しました。このザウルスウォーリアーってセラフォンの、まあ、基本的な歩兵なんですけど、彼らっていわゆる爬虫人、トカゲじゃないですか。この顔を見ても今のザウルスウォーリアーと比べるとトカゲ感強いんですけど、でも恐竜としてのデザイン、うまくねこうトカゲと、まあ、我々がイメージする恐竜の愛の子みたいな中間のいいバランスになってる、そういうイメージなんですよね。これは見事だと思いますよ。他社のねリザードマン系のミニチュアってやっぱりどっちかっていうと恐竜にすごく振ってたり、トカゲ爬虫類にすごく振ってたり、そこまでね中間点みたいなのあんまりイメージないんですよ。でもこの新しいザウルスウォーリアーはトカゲと恐竜のどっちにも雰囲気取れるような絶妙な造形になってますね。こうやって見ると新しいザウルスウォーリアーって筋肉のつき方っていうものが昔のアーミーブック、今のバトル当分 40K で言ったらコデックスになるんですけど、昔のルールブック設定資料の描かれてたザウルスウォーリアーにだいぶ近い見た目になりました。その昔一枚絵のザウルスウォーリアーを見てミニチュアのザウルスウォーリアーを作って塗ってると結構ねイメージが違ったんですよ。もうこれが出てくると今のザウルスウォーリアーのキットっていうのは絶版になりますので、比べるっていうんであれば今手に入れて塗った方がいいとは思うんですけど、実際にこう見比べるとですね、これから新しくなるこのザウルスウォーリアーの手も足も胴体も全てボリュームアップされて、より強力な戦士、そういうイメージになってますね。私はとりあえずこのザウルスウォーリアー30体は欲しいですね。あんまりね AOS のゲームでザウルスウォーリアーをたくさん並べるってことはないのかもしれませんけども、模型的に考えてもこんなすごいものがね出てくるんだったらパイ作って塗りたいなって思わされますね。それとね、絶版になってしまう今のザウルスウォーリアーも最後に1箱か2箱確保しておいた方がまあ賢いんじゃないかとは思いますね。これも嫌な話なんですけど、最近ファンタジーバトルとか昔のウォーハンマーミニチュアってねプレミアがついてまして、海外のオークションサイトでもね安く買えなくなってきてるんですよね。なのでね、もう絶版になるのが目に見えてるんであれば最後に確保しておいた方がいいとは思います。こちらは完全に新規ミニチュアなんですけど、ラプタドンハンターっていうユニットらしいですね。これはね、なかなか面白いユニット
と追加されたなっていう印象ですね。このねラプタドンハンターっていうユニット、おそらくですけど昔あったこのミニチュアのリメイクなんだと思います。今はねルールから消えてるんですけど、昔売ってたこのリザードマンのスキンクコールドワンライダーっていうミニチュアがあったんですよ。新しいねラプタドンっていうのはこのコールドワンライダーのリメイクだと思います。ザウルスのねザウルスウォーリアーが乗ってるコールドワンライダーっていうのはずっといるんですけど、このねスキンクコールドワンっていうのはねルールからなくなってしまってかなり経つんですよ。最近のエイジオブシグマのミニチュアって本当にファンタジーバトルの初期の頃のミニチュアのリファインリメイクみたいな、そういうネタをちゃんと拾ってきて現代風にアレンジして出してくれる、そういう傾向がちょっとあるんですよね。新しいスタートセットエイジオブシグマのものでホブゴブリンを元にしたようなミニチュアが登場してから結構そういう傾向を強めてる、そういう印象があるんですよ。それにねストーリーの中のブロークンレルムっていうキャンペーン本があったんですけど、まあ読んでみると昔のファンタジーバトル時代のネタみたいなのが結構入ってまして、読んでてねニヤニヤしながら楽しんだんですよ。最近のエイジオブシグマミニチュア一つストーリーの中のネタ、そういうものも考えると昔ファンタジーバトルを楽しんでいてやめてしまったあのエンドタイム以降ねエイジオブシグマになってから離れてしまったっていう子さんを楽しませるような、もう一回戻ってきてほしいんだろうなっていうような、そういう何か公式のね思いみたいなのをちょっと感じるんですよね。まあこのラプタドンっていうミニチュアもね造形も素晴らしいものですよね。何かこう派手なね翼羽を持った恐竜で、今の現代の研究が進んだ恐竜ってその羽毛を持ってたみたいなこと言われるんですよね。だからそれもねあってこういう羽をね造形してあるのかなっていう、今の最新の恐竜像っていうのをミニチュアに落とし込んだ感じはしますよね。まあこれで機動力もあって例えば毒も持ってるとかいろんな能力持ってるっていうんであればなかなか面白いゲーム上で活躍してくれるんじゃないかなと思いますよ。あと単純にね顔が凶悪な面構えで結構好きですね。塗るのはねちょっと大変かもしれませんけど、まあこれも10体ぐらい並べると壮観で良さそうですよね。実際騎乗するタイプのユニットって塗装がちょっとね時間と手間がかかるんで敬遠しがちなんですけど、これだったらねいい造形なんでね本当にいっぱい並べたくなるんで頑張ってみようかなって思います。それと気になるのがこのラプタドンに乗ってるスキンクたちなんですけど、このスキンクも新しい造形で今のスキンクよりもちょっとガタイがいい感じになってますよね。ザウルスウォーリアーが新規で今度登場するので、もしかしたらまだ発表されてないだけでスキンクも今のものが刷新されるのかなってちょっとね期待してはいるんですよね。まあ今のスキンクのデザインもどれぐらい変わってないんだろう、かなり長い間今のものが使われてますから、まあこういう風に基本的なザウルスウォーリアー刷新されるっていうんであればもう一つの基本ユニットスキンクももしかしたら新しいミニチュアに置き換わるかもしれないんで、その辺も情報がもしかしたら次に控えてるのかもしれないっていうのがちょっと気になるところではありますね。そしてとうとう現れましたね、新規造形のスラン。これが一番興奮しましたね。だいたい2年前に大司教クロークさんが新規造形で登場した時、あの時にセラフォンのミニチュアが一気に刷新されるんじゃないかっていうちょっと期待を持ってたんですけど、それから2年待たされてやっとあのクロークさんと同じようなクオリティのスランが登場するという、かなりじらされましたね。ただその分だけこれ見て納得のいく造形に仕上がってるんですよね。2年前にねクロークさんを塗ったんでわかるんですけど、このスランクロークさんはもう死んでるんで肉体はミイラなんですけど、細いガリガリの状態、包帯ぐるぐる巻きにされたミニチュアだったんで痩せこけたカエルっていう造形でも、今回のスランっていうのはちゃんと今生きてるスランなんで太ったカエル、まあそういうデザインになってるじゃないですか。これちゃんとしてますよね。今のねスランもコロってした、まあ太ったカエルのちゃんと造形なんですけど、
新しいスランの造形ってもう顔の顎の部分、腹の部分とかってすごい肉付きいいじゃないですか。こういうね造形待ってたんですよ。やっぱりスランって人間とか他の種族から見たら全然強そうじゃないし、はっきり言って見にくい、ちょっとそんなに綺麗な感じには見えないんですよね。でもこれがウォーハンマーファンタジーバトルや AOS の世界では最強の魔法使い、そのギャップがねたまらないですよね。新しいスランねすごくいい造形で塗り替えのありそうなキットじゃないですか。まあでも2年前にねクロークさん塗ったんで、だいたいどういう感じに塗ろうかなっていうのはイメージはあるんですよね。クロークさんがねあまりにもすごすぎたんで、このスランのミニチュア見ても塗るのもものすごく大変かって言われたらあんまりそう思えないのも、先にクロークさん塗っててよかったなってちょっと思いますね。こんないいスランのねミニチュア出してくるんだから、もう公式にはね大司教マズダムンディさんをこのスランの造形基準で新規ミニチュアで AOS に復活させてほしいんですよね。ファンタジーバトルの時はねクロークさんと通常スランのミニチュアってのはあったんですけど、大司教マズダムンディはなかったんですよね。いやーこのスラン、この造形でねエインシェントステカドン、ズワラークと一緒に AOS の世界でもうドイツイミニチュアで登場してほしい。セラフォンの新しいミニチュアの情報で本当にそれが出てくることをね願ってますね。私ね AOS のゲームはやったことないんですよ。でもバトルトーム、セラフォンのバトルトーム読んでると、今これ見ていただいてるファンタジーバトルの時の8班の時、ファンタジーバトルは8班で終わってるんですけど、その時最後のリザードマンのアーミーブックです。これね頻繁に私読み返すんですよ。昔ねあったラストリアっていう大陸のことがね事細かく描写されてて、リザードマンたちの歴史とか古き者との関わりとか神殿都市のこととか、リザードマンたちがどういう戦力なのか、そういったものがね書いてあって、でもそれがね今のセラフォンとほとんど変わらないんですよ。今の AOS とファンタジーバトル、この2つの作品の中でリザードマンってセラフォンって全く同じものを引き継いでるんですよね。だからこそ私ねより好きなんだと思います。ファンタジーバトルを遊びたくてリザードマン集めてましたけど、残念ながらファンタジーバトルは遊べずじまいで AOS になって、で AOS になってもなおリザードマン、セラフォンは今も戦ってる、そういう風にね思えると、よりこのセラフォンっていうアーミーが魅力的で、どっかね懐かしさを覚えるというか、あああの世界あったんだなっていう気持ちになれるのが嬉しいんですよね。しかし今回新しい造形のねザウルスウォーリアやスランが現れますので、もうこれを機に少し本気でセラフォンアーミーを作って AOS 挑戦しようかなと思います。バトルトームの更新予定っていうのはもう出てまして、セラフォンは確か夏に更新予定なんですよ。結構ね時間あるんで、それまでに AOS 遊ぶってなると貸し出しアーミー用意しないといけませんから、ケイオスディーモン持ってますので、ケイオスディーモンを増強をちょっとしながら夏に備えようかなと思いますね。夏になって一気にセラフォンを増強して AOS のゲームも秋以降ちょっと楽しめたらなとは思っています。そろそろ動画長くなってきましたので、この辺で終わりにしたいと思います。さっきも言いましたけども、夏まで時間が結構ありますので、もしかしたらセラフォン新しい情報が控えてて小出しで出てくる可能性ありますので、また情報が出てきたら雑談動画にでもしてお話ししたいなと思います。それでは今回の動画ここまでになります。気に入っていただけたらチャンネル登録、高評価ボタン、なんなら低評価ボタンでも押していただけたら私のやる気が上がりますので、よろしくお願いいたします。コメントの方も気軽に残していってください。いつもご視聴ありがとうございます。よー、ここまで見てくれてありがとうよ。せっかくだからよ、俺たちの戦組に入っていけや。チャンネル登録と、他の動画も楽しんでってくれよな。このチャンネルでゆっくりしていけや。